はい、皆さんこんにちは、サンディです。今日はオイルテストの日になります。で、初めてこのチャンネル、この動画、このチャンネルに来た人は、はじめまして、サンディと申します。で、オイルテストってなんだって思ってると思うんだけど、1日かけて、私は混合肌なので1日かけてこのファンデーションどういう働きをするか、どれくらい持つかっていうのを試すっていう、まあデビュー兼ねたビデオになります。で、今回ははい、デブロンを使っていきたいと思います。デブロンのカラーステイン、カラーは180番を使っていきたいと思います。では始めましょう。はい、で、カラーステインじゃなくてカラーステインになります。で、これはね、海外でもすごいみんな評価良くて、特にそのミックス系の肌の人がすごいね、高評価で、ずっとずっと気になってて、ここにも書いてあるんだけど、アットコスメで2014年に1位になっております。リキッドファンデ部門でね、1位になっています。で、ちなみに自分が買ったのはノーマル肌、混合肌用っていうものを買いました。乾燥肌用もあったので、乾燥肌の人はまあそれを使ってくれればいいかなと思います。で、私がね、YouTuber とかいろんな人の意見とかを見てね、なんかすごい聞くのは、結構長く持つっていうことと、あと、なんだっけ、カバー力がすごいいいっていうのをよく見かけます。なので、その点はすごく期待しています。で、ちなみにここにはね、24時間崩れにくいのにしっかり潤う、憧れ美肌キープファンデーション、SPF が15のオイルフリーと書いてあります。あとはね、ソフトなマット仕上げ、私は結構マット仕上げが好きなんですけど、まあ、これはソフトマットらしいので、まあ、マットではない感じですね。まあそんな感じでね、ここにも書いてあるんだけど、まあ、皮脂をコントロールしてくれながら、まあ、潤いも与えてくれるっていうものになります。ってことで、まあこれは本当にいいね、本当にそうしてくれるのであればすごくいいで、そう、オイルテストね、オイルテストしていきたいと思います。で、私はちなみにですけど、下地は2つ使ってます。2つっていうか、まあ最初に、まあ、保湿してくれるクリームを全体、まあ大体全体、特に乾燥してる部分に塗ります。で、その後に、皮脂をコントロールしてくれる下地を、まあ、ここの近辺、まあ、T ゾーン、ここら辺とかが一番、そう、毛穴もすごく広がってる上に、皮脂がすごく出る場所になるので、そこを、そういう下地を使っていきたいと思います。まあ下地は自分の合ったものを使ってください。で、下地を使う人と使わない人がいると思うんだけど、まあそれで、まあ、下地ある方ない方で分けていきたいと思います。あとは何だっけ、そう、今結構ね、ここにね、大きめのニキビがあるんですけど、これもどれくらいカバーしてくれるかをちょっと見ていきたいと思います。本当はね、これのコンシーラー、そう、コンシーラーも気になってたから、まあちょっと今度見てみようかなと思います。で、カラーに関しては、以前にも紹介した、自分のファンデーションのカラーを選んでくれる便利なサイトがあるので、それの紹介してるビデオをこちらに載せておきたいと思います。この、サイトを使って、この自分に合ったカラーを選びました。普段はマックの20番とかそういう色を使っています。なので、これは180番を使っていこうかなと思います。では、つけていきましょう。
はい、では下地つけていきたいと思います。先ほども言ってたんですけど、保湿のあるものは乾燥しやすい顔の周りにつけています。で、今回は、MAC の下地を使ってます。で、油っこいところは、今回は、メイクアップフォーエバーの、下地を使っていきたいと思います。ステップ1というものです。これは色も何もついてない透明のものになります。で、半分だけ下地つけていきたいと思います。はい、こんな感じでもうバッテリーやばいのでさささっと塗ったんですけども、こんな感じで確かにね、カバー力いいかもしれん。まあニキビはかなり大きいので、でもそれでもカバーしてくれたんじゃないかなと思います。あとは自分がいつも気にしてるここら辺の赤みとか毛穴、すごくよくカバーしてくれてます。では今日は一日送ってみたいと思います。はい、オッケー。ただいまの時間ここに表示しておきます。で、あれから外に出てお買い物を、まあ、1時間半ぐらいをしてきて、見ての通り、普段メガネを使っています。で、今日はねファンデしかつけてないんだけど、この後ね、この後買ったものがあってちょっとレビューしたいものがあるので、まあ、急いでメイクして、もうちょっとマシな顔になると思うんだけど、まあ、それでね、普段はメガネを使ってます。なんでかっていうと、まあ、目が悪いのもそうなんだけど、まあ、運転でどうしてもメガネが必要なので、そろそろね、コンタクトにしようかなと考えているんですけど、まあまあまあ、それで、どうしてもメガネをつけるとここのね、ここのとこに跡がついちゃうのね。で、それは大体のファンデーションでなるんだけど、これはちょっとなってるけど、なんかね、他のよりは全然いいかもかもしれない。どうかな、メガネじゃない、カメラだとまた多分写りが違うんだろうけど、まあ赤くなってるのは多分圧迫されて赤くはなってると思うんだけど、で、デカリもね、そんなになんかデカってる感じしないよね。だからすごいいい感じじゃない？うん。なんかこのままお直ししなくてもいいかもしれないから、なんかこの感じだとお直しいらない感じする。だからこのまま、まあこっから3時間ぐらいちょっと置いて、3時間後にもう一回見てみて。感じかな。3時間後だと何時になるんだろうね。まあ、うん、それでちょっと見てみます。はいはい、もう夜の、はい、この時間になります。で、まあ化粧はもうよれてて分かると思うんだけど、こ
今回のこのレブロなんですけど、全然皮脂が全然出なくて、ただまあちょっと鼻のとこはね、触ったりなんやりしてたので、鼻水とか出したりするとやっぱ擦れて取れちゃうんだけど、でも皮脂の崩れが全然見当たらないので、本当12時間きっちり見たかったんだけど、今日はもう眠いので今日はもう寝ますで、なんですごい持つなと思います。うん、すごい持つ化粧が超よれてるけど、よいしょ、ちょっと下に下げよう。 OK、 見える？こんな感じ。なんか全然よれてないでしょ。ここをね、鼻水とか噛んだりしたからちょっとなくなってるだけで、でこれね、お昼からお昼につけてずっと何もつけてない、あれからお粉も何もつけてなくて、こんな感じです。でも今日は寒かったので、また暑い日だとまた違うかもしれないかな。今日そんなに汗かくような感じではなかった感じします。まあそれもあってかもしれないけど、まあって感じです。ただまあこのとこはちょっとね、どうしてもねって感じ。そんな感じですかね。結構持つんじゃないと思います。他の化粧は結構崩れてるけど、なんかファンデだけはそのまんま、そのまんまって感じ。はい、そんな感じで、まあ今日はオイルテスト終わりにしたいと思います。はい、またね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。で、前回と関連動画はこちらになります。またね。